7月の大雨から昨日で2ヶ月となりました。東峰村には甚大な被害を受けた小石原焼の窯元があります。復活にかける思いを取材しました。朝倉郡東峰村、小石原焼や鷹取焼の窯元が点在する焼き物の村です。今回の7月の大雨でどういった被害があったんでしょうか。窯場の方がもうほとんど全壊状態で、ここだけが残ってるぐらいですね。7月の記録的な大雨は村の各地で土砂崩れを起こし、道路を寸断しました。ここを先に乾こうか、そしてまたここを流そう。先代から60年以上にわたりこの土地で陶器を作り続けてきた小野窯元。あの日、敷地のほとんどを土砂に埋め尽くされてしまいました。被災した時に静かに雨が上がって静かになった時にここが音を立てて壊れたんですよ。それを目の前で娘と見たんで、もうそれ見た時にもう何もないなって感じで、もう何も考えられず、とにかく助からなきゃっていうことだけでしたね。壁を突き破り流れ込んできた土砂、4つあった窯は全て埋まり、現在は焼き物が作れない状態だといいます。建物も倒壊の恐れがあるため、思うように復旧活動を進められていません。たくさんここに丼が埋まってますけど、ね、これはもう全部ダメになってます。もうダメですね。これ以上はちょっともう手がつけられないんで。土の中に埋まった器、そこにはつけの文字が。小野窯元では20年以上前からつけさんうどんで使われる丼やお皿を作ってきました。これが、その土砂の中から。そうですね、助け出された。そうですね、丼たち、これ一旦泥とか落としてある状態なんですか。そうですね、もう洗って落としてある状態ですね。割れることなく残った器を土砂の中から拾い集めました。置いてくださいな、ね、すみません。はい、この日、器を運び出す作業が行われていました。主人もいない中で作業してて、お盆は私の実家の母が亡くなったんですよ。だからこうずっと作業を続けられる状況じゃなかったから、まあ悲しい思いもなく。そうですね、母がちょっと休みなさいって言って休ませてくれたのかなと思って。夫の正志さんは大雨が降る前の7月上旬、仕事中に足を骨折してしまいました。被災して間もなく2ヶ月、地元の人たちの力を借りながら復興を目指して少しずつ活動しています。こういう作業今までしたことはないんですけど。そうですよね、まあ、してみようと。熱湯を沸かした大きな釜に器を丸ごと入れていきます。器の煮沸消毒です。焼き物持って売り出しに来ませんかっていうお話もたくさんいただいてるから、はい、これを売れるものなら売りたいって思ったんですよね、一瞬。あ、なるほど。思ったんですが、お店の名前が入ってる注文品なんで、はい、ちょっとそれは厳しいでしょうね。どうか分かんないですけど。一度土砂に埋まってしまった器、これらの器を今後どうするかまだ決まってはいません。一つ作るのにも1ヶ月以上かかりますから。一つですか。はい、そうですね。土から形にして素焼きをして本焼きをして焼き上がりですね。もし小野さんが、はい、そうだけでもう1枚ずつ全部、はい、じゃあもう毎回結構な数をするから、もう検証縁もなくなりました。じゃあそんな手間がかかっている丼だったら、見つけた時っていうのはもう本当に涙が。そうですよね。
これどうかしなきゃっていう気持ちしかないですね。そして3時間後。よし、終わりました。丼やおでんの皿など掘り起こされた全ての器の消毒が終わりました。もちろん文字も入ってますし。そうですよね。売れないことは分かってますけども、一日でも早く再建したいと思ってますので、よろしくお願いします。再び窯に火を灯したい。しかしその日はまだ見えていません。本当にあの小野鎌本さんだけじゃなくて、東峰村の小石原焼、鎌本さんがもう何件も被害に遭ってしまって、でやっぱりもちろん窯がないと作品が作れないので、まあ、どうかその作れるようになるまで、ね、応援していきたいという思いですよね。そうですね、はい、私も取材させていただいて、一つの器にかける時間も思いも愛情もすごく伝わってきて、またどこかで誰かに使われて愛されてほしいなって本当に思いましたね。そうですね。そして夫の正さんは無事帰ってこられたそうで、はい、よかったですね、はい、ただ4つの窯はもうすでに取り壊されることは決まっていて、これから復旧に向けても莫大な費用がかかります、ご協力いただける方はこちらの振込先までどうかご協力をよろしくお願いいたします、はい、そして先ほど助さんうどんの SNSX で、その助さん入り その器についてなんですけども、はい、あって洗浄作業もされてましたよね、助さんうどんにて販売をして、その収益を寄付するという発表があったんですね、はい、で詳細は後日改めて発表するということで、和田さんやっぱり、はい、ねえ、ワクワクしますよね。いや本当土砂に埋まってたとは思えないほど一つ一つがもう美しかったですし、もう本当に欲しいなと思いますしね。ぜひとも新しい発信を待ってください。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。